究所職業差別による調査というのがあって、3人の若者が条件が顔と顔だけで履歴書だけで、その他の条件は同じで履歴書を提出します。1人目はザヒド・メサイさん、2人目がネッシム・ベラーデブさんというんですが、こちら北アフリカ系です。でこちらのザヒド・メサイさんの方は高学歴ですね。でこちらのシルバン・ベルナールさんという方は男性です。お名前で分かるそうですね。でそれぞれ